皆さん、こんにちは。今回は岡田監督の退任理由、阪神タイガースの後任監督についてご紹介していきたいと思います。阪神が巨人と熾烈な首位争いを繰り広げたのですが、あと一歩及ばず、巨人が9月28日の広島戦に勝利し、4年ぶりのリーグ優勝が決定しました。阪神は今季140試合目でリーグ連覇の夢が消え、球団史上初のリーグ連覇へ。しかし思わぬ誤算が続き、佐藤輝明選手、大山雄介選手、森下翔太選手とクリーンアップを担う3人の状態が上がらず、ファーム降格で次々と登録抹消になり、ノイジー選手、ミエセス選手の両外国人選手も戦力として稼働せず、深刻な得点力不足にあえぎ、リードオフマンの近本浩二選手を4番に据えるなど、岡田彰布監督は打開策を探りました。7月に14勝8敗と立て直したのですが、上昇気流に乗れず、8月は自慢の投手陣が痛打を浴びる場面が目立ち、11勝13敗と負け越し、投打の歯車がようやく噛み合ったのが9月だったのです。岡田監督は9月中旬に週刊ベースボールのコラムで心境を明かしていました。ほんまに苦しいことの連続やった。極端な得点力不足、投手陣を含めた守りで何とかしのいだが、やはり思うような結果にはならない。救援前、前半戦の貯金は1。逆に言えばよく踏ん張ったという感覚やった。その中で俺は常に勝負は9月と言い続けた。残り試合が30試合を切る頃から優勝を左右する勝負が始まる。選手にもそれは伝わっていると思う。だからではないが、9月の前半からチームの状態が良くなってきた。打線が活発になり、つながりが生まれた。特に目を見張る成長を遂げているのが3番森下やろな。ほんまにいいバッティングを続けている。やっと自分のバッティングスタイルを見つけた。そんな感じに映るのよ。とにかくバットの出がいい。スイングがレベルになり、どんな球にも対応できるようになっている。それまで紆余曲折はあったし、遠回りしたわけだが、もう崩れることはないんやないかな。打席での自信というのかな。これを得ればまた一ランクレベルアップできる。1番近本、2番中野、3番森下、4番大山、5番佐藤、1、2番が出てクリーンアップが返す。昨年のような形がようやく戻ってきた。これで最後まで押し切る。だが巨人を追い越すことはできなかった。9月23日の首位防戦2戦目で0対1と完封負けを喫すると、3連敗と勢いが失われ、終戦を迎えました。スポーツ紙記者はリーグ連覇は叶わなかったですが、苦しかった前半戦の戦いぶりを考えたらよく立て直せたと思います。岡田監督は今年が2年契約の最終年、去就が注目されますが、岡田監督でなければ優勝争いから早々と脱落していたかもしれない。個人的にはもう1年やって V 奪回を目指してほしいと思いを口にしました。淡い球団社長は V 逸が決まった直後、岡田監督の手腕に関して結果が全てと発言し、岡田監督は昨季18年ぶりリーグ優勝と38年ぶり日本一を達成し、今季は最後まで巨人と優勝争いを繰り広げての2位、十分すぎる結果を残しました。仮に岡田監督が退任すれば、新監督に求められる結果のハードルは相当高くなります。そんな中、9月29日付の雑誌によれば、親会社のトップである阪急阪神ホールディングスの住和夫会長が監督人事について、基本的には阪神電鉄と球団に決めていただくと強調し、我々阪急側は最後目として阪急出身の杉山オーナーがいるわけだから、彼はバランス感覚もありますし、見てくれているんじゃないかな。我々は引いた形を作っているのでとコメントし、岡田監督の後任についても外部招聘ではなく3人くらいいるんですかねと、阪神 OB からの人選となることを示唆した上で、岡田退任となっても岡田さんのお力は何らかの形でタイガースとしては
お借りしてやった方がいいと思いますと、岡田イズムの継承を求めたそうです。住会長が言及した3人の OB はそれぞれ現役時代に首位打者、打点王を獲得し、2003、2005年の優勝に貢献した今岡誠一軍打撃コーチ、通算2000安打を達成した名遊撃手の鳥谷隆氏、通算243セーブ218ホールドポイントをマークした火の玉守護神藤川球児氏と見られます。とはいえ3人とも一長一短があります。というのは、内部事情に詳しい在阪の野球評論家で今岡コーチは阪神、ロッテでコーチ、二軍監督を歴任するなど通算9年間の指導者経験がある。鳥谷、藤川に指導者経験がない中、岡田監督を2年間支え続けたアドバンテージがあります。ただ今季は前半戦に大山選手、佐藤選手ら主力が二軍落ちするなど頻打に苦しみながら、打開策を講じることはできなかったと言われています。その手腕を親会社と球団がどう評価するかでしょう。鳥谷氏は、総大出身の鳥谷は各会長、岡田監督の後輩であり、岡田イズムの正統後継者として最適です。岡田監督は就任直後に入閣を要請し、これを誇示したものの、キャンプでは臨時コーチを務めるなど、岡田監督が最も目をかけている重鎮 OB の吉田芳生さんも鳥谷監督に異論はないそうです。ただ鳥谷はこれまで評論、タレント活動に重きを置いてきた上、現球団フロントとの関係がネックになるとの声もある。現役時代に引退を勧告され、すったもんだしてロッテへ移籍した際の編成トップが谷本オーナー代行なのです。両者の溝が埋まっていれば問題ないですが、一方の藤川氏は NHK スポーツ報知の解説者と並行し、球団本部付けスペシャルアシスタントの肩書きでフロント入りしています。阪神サイドの本命が藤川 SA だと言われています。外国人の調査を任せるなど、フロントが最も厚遇する OB の一人、解説者としても明快で、阪神が阪急から完全に主導権を握り返せば、指導者経験ゼロからいきなり監督就任の可能性もある。現役時代は岡田監督の下でプレーし、岡田の考えを理解はしているでしょうけど、岡田監督は野手出身で、藤川 SA は投手出身。野手出身の今岡コーチや鳥谷さんと比べて、岡田イズムの継承という点でどこまで徹底できるのか、あるいは岡田監督が1年続投し一軍ヘッド格として入閣した上で帝王学を学ぶという選択肢もありえます。スポーツ紙で住会長は、岡田監督の手腕について立派なものですよね、お願いした甲斐があったなと、期待通りの采配というか、野球理論というか、チーム運営のやり方とか非常にいいと絶賛しています。阪急サイド住会長の本命が岡田続投なのは明らかなのですが、果たして岡田監督が続投するのか、あるいは3人の OB の中から新監督が誕生するのか、注目が集まります。そんな阪神岡田彰布監督が今季限りで退任することが3日発表されました。関係者によると、9月28日に V 位置が決まった後、球団と話し合いを行い決まったそうです。岡田監督は昨季15年ぶりに阪神の指揮官に復帰し、チームを18年ぶりの優勝、38年ぶりの日本一に導き、球団史上初のセ・リーグ連覇を目指した今季は最後まで巨人と優勝を争い、29日には2位を確定させたが、今季は2年契約の2年目で去就が注目されていた岡田監督は人知れず不安と戦っていました。春季キャンプ前に球団が行った健康診断で膵臓に影が見つかり、一度は異常なしと診断されたのですが、キャンプ終盤にチームドクターから再検査を要望されました。異変は陽子夫人ら周囲のごく一部にしか知らされず、コーチ陣にも伏せられていたそうです。キャンプ打ち上げの翌日に一人で兵庫県内の病院へと向かい、日本一監督に万が一があってはならないと病院側は万全の体制を整え、
岡田監督は救急外来の入り口から人目に触れないよう病院に入りました。結果はというと最悪の結果でした。いかがでしたか？今回は岡田監督の退任理由、阪神タイガースの後任監督についてご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。